本日は7月7日日曜日、国立代々木競技場第2体育館にて開催されます K1 ワールドマックス2024カード発表会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。皆様どうぞ最後までお付き合いいただきますようお願い申し上げます。はじめに主催者を代表しまして、 K1 プロデューサーカルロス菊田よりご挨拶させていただきます。なお本日カルロスプロデューサーはルーマニアからのリモート出演となります。それではカルロスプロデューサーお願いいたします。皆さんこんにちは、 K1 プロデューサーカルロスでございます。本日私はですね、 K1 ファイティングネットワークルーマニア大会への出席のためにルーマニアの町、ガラツというところにいます。ここルーマニアですね、連日猛暑で今ここマレーシア ルーマニア10時なんですけれども、もうすでに30度を超していて本日は35度になる予定です。本日はですね、いよいよワイルドカードの発表となります。最後までお付き合いの方でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして K1 運営クラッシュプロデューサー宮田充よりご挨拶させていただきます。はい、今日はですね、カルロスプロデューサールーマニアということで、日本では私ちょっと一人で会見参加ということでちょっと心細いんですけど頑張っていきたいなと思っております。皆さんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。配信ご覧の皆さんも合わせて御礼申し上げます。7月7日代々木大会、お待たせしましたというところで、今カルロスプロデューサーからございました通り、ワイルドカードのアンダー70キログラム世界最強決定トーナメント、1回戦第1試合の、赤コーナーがオーヤンフェン選手、そして青コーナーがワイルドカードという形になっているんですけども、そのオーヤンフェン選手の相手となるワイルドカードの選手を発表させていただきます。またこれに伴いまして、今回8選手参加の70キログラムワンデートーナメントなんですけども、リザーブファイトが1試合決定いたしました。リザーブファイトの決定と、あとワンマッチでですね、出場予定のクラッシュスーパーフェザー級チャンピオン横山智也選手の対戦相手選手も決定いたしました。横山選手参加で本日カード発表させていただきます。またですね、これ最後になると思うんですけど、アンダー55キログラムの世界最強決定トーナメント、今回の7月大会では8選手参加で1回戦のみ4カード行われるんですけども、そこの8選手のうちですね、1選手残念ながらですね負傷欠場選手が出てしまいました。そこをですね調整しまして代替選手決定しましたので、こちらも本日の会見で合わせて発表させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。最後の方には K1 の運営から7月7日大会のファンの皆さんに向けての情報も発表させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。それでは対戦カード発表に移らせていただきます。 K1 スーパーフェザー級ワンマッチの発表となります。赤コーナー第12代クラッシュスーパーフェザー級王者リーブルロア横山智也選手の登場です。対戦相手となりますのはブラジル CF ハウスカベロ・モンテイロ選手です。ご着席ください。それではこの試合の見どころを宮田プロデューサーお願いいたします。はい、まず最初に登場していただきましたのがクラッシュスーパーフェザー級チャンピオンリーブルロアの横山智也選手です。K1 のリングはですね、22年のトーナメント以来になるのかな。そうですかね。去年出たか。去年、失礼しました。去年江川選手とやってますね。江川選手に勝利して、現在4連勝中ということで、昨年は3試合、全て勝利を飾っています。そして今年2月、クラッシュのリングでですね、高橋直樹選手の持つ、クラッシュスーパーフェザー級王座に、挑戦して、勝利を飾ってチャンピオンに輝いております。クラッシュチャンピオンとして第一戦が、7月7日、K1 代々木大会に決まりました。欧米選手とはですね、
2022年の9月のトーナメントの際に、ベテランのスタウロス・エグザコスティス選手と、戦って KO 勝利、その後対戦士とは経験あるんですけども、まあ、今回あの欧米選手とは2度目の対戦となりました。対戦相手のですね、ブラジルの、CF ハウスカベロ・モンテイロ選手、彼は初来日のファイターとなります。5月にですね、南米最大のプロモーション、ワールド GP、こちらのキックボクシングライト級の、タイトルマッチで勝利を飾りました。ライト級とあってですね、60キロなんですね。で、60キロのチャンピオンに輝いたんですけども、非常にですね、トリッキーな試合を、するファイターで、パンチ押し蹴り押しなんですけど、非常に試合が派手で、面白い試合を見せる選手ということで、まあいくつか候補選手上がった中でですね、この選手が非常に面白いんじゃないかということで、南米最大のプロモーションの WGP さんからの強い推薦もあったので、このカードが決定いたしました。非常にね、ビジュアルもですね、なんていうんだろう、この髪型はね、インパクトあるね感じなんで、まあ、当日ね、どんな髪型でヘアスタイルで来るのかわからないんですけどもね、非常にブラジルの選手っていうのはね、まあいろんな格闘技の世界ではね、強い選手がゴロゴロいるっていうねイメージがあるんですけど、60キロにね、チャンスということで張り切って来日してくれるようなんで、横山選手と、非常に楽しみなカードとなるかと思います。まあ横山選手もね、先ほどちょっと会見前に話したんですけど、ようやく対戦相手決まってね、スイッチ入ったなという、しっかりいい顔してたんで、まあ息のいい言葉もどんどん出てくるかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。まずはじめに本日会見欠席のカベロ・モンテイロ選手からビデオコメントが届いておりますのでご覧ください。Então, me sinto muito lisonjeado. Todo samurai da era moderna sonha em poder pisar o pé no Japão, lutar no Japão, criar história, fazer história. E isso é o meu momento. Eu sinto que esse é o meu momento, o nosso momento. E eu fico muito feliz com isso.Então, sobre o meu adversário, eu não tenho muito a dizer, não tenho muito a pensar. Eu acredito que o meu adversário maior sou eu mesmo. São as lutas diárias, são meus pensamentos, as minhas emoções. Eu acredito que treinando bastante, dando o meu melhor, fazendo o máximo, o melhor do que ontem, eu vou ter um bom resultado, vou dar show para as pessoas. E é isso. Sobre o meu adversário, eu acho que o adversário maior mesmo é eu mesmo. Então, quem me dera, né, ter o fã aí, eu espero de fato fazer um bom trabalho, ter multidões aí falando o meu nome, pensando na minha pessoa. Eu sei do vínculo entre Brasil e Japão e vice-versa, Japão e Brasil. Acompanho toda a história aí da luta. Espero fazer igualmente grandes nomes aí, Vanderlei Silva, a Ricardo Arona, Anderson Silva, que saiu do Brasil, foi pro Japão, conquistou multidões. Deram um show, então o meu pensamento é parecido com o deles, assim, é ir para aí, conquistar pessoas, ter multidões e dar show. Acho que esse é o puro suco brasileiro, né? Tamo aí. 続きまして横山選手、意気込みコメントをお願いいたします。オースリーローラーの横山智也です。まあ今回の試合は普通に KO で終わると思います。なんで、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。続きまして対戦相手の印象はいかがでしょうか。対戦相手の印象、まあ最初会長からこう相手の写真見せてもらった時に、なんだこいつはと思って、いや髪の毛試合中邪魔じゃないんかなっていう、なんかその印象しかなかったですね。で本当相手選手もさっき、まあ、いただいたようにこう何にも印象がないみたいに言ってたんですけど、いや僕の印象はもう頭の印象しかないんで、まあ当日どういう頭で来るのか分かんないですけど、しっかり倒してもう日本に行きたくないって言わせてやりたいなと思ってますね。はい、ありがとうございます。続きまして横山選手へのご質問がございましたら、記者の皆様よろしくお願いいたします。ライターの松井と申します。これまで相手がなかなか決まらなかった状況だったと思うんですけど、どんな思いで進めされてきたんでしょうか。特に別に相手どうこうってより、ただ僕の技術を伸ばして
ずっと練習してきてるんで、まあ、別に相手決まる決まんないというよりは、まあ、倒すための練習を今までずっとしてきたんで、まあ、それが相手が決まってその対策を今練ってるところなんで、まあ、もういつでも準備はできてたんで、あとはもう相手を倒すだけ決まったんで倒すだけだなというふうに思ってますね。やっぱりその希望していた外国人になったということで、モチベーションはこう一気に上がった感じだったんですか？そうですね、モチベーションは、まあ、やっぱり南米の王者ということで、まあ急にアジアとかじゃなく日本の反対の国から来るかっていう感じだったんですけど、まあ、本当に気持ちも強い選手なんで、まあ、倒して心をへし折ってやろうかなと思ってます。対戦相手の、まあ、ドレッドヘアだと思うんですけど、まあ、あっちに目がいっちゃった感じですか？そうですね、なんかいや なんだろうねこの髪型と思いながらこう、まあ、試合とかも、試合はでもドレッドとかでも邪魔じゃなくやったんですけど、1試合目昔の4年ぐらい前の映像を渡されたんですけど、その時はなんかすごいボンバーヘッドだったんで試合中邪魔じゃないのかなっていう、そっちに目がいっちゃって、なんかあんまり試合も見れなかったですね最初は、はい、この髪の毛邪魔じゃないんかなって、まあ、僕もこれ対戦したらすげえ邪魔だなっていうのも思いながら、僕どういう髪型にしようかなとちょっと考えちゃいましたねやっぱこう窓が大きいとかじゃなくて、そっちにこう目がいっちゃうってことですか？戦ってそうですね、なんか、まあ、気にはなんないと思うんですけど、これはどういうあれなのかなって、もう謎でしかなかったです、まあ、個性があってすごいいいのかなと思いますね。あ、そのファイターとしての評価っていうのは、まあ、試合を見られてどういう評価されてますか？そうですね、すごいなんか気持ちの入ってる選手で、まあ、足技がすごい多彩で、本当淡々とこうなんか攻撃をしてくる選手だなっていうイメージですね。その構えを左右に結構スイッチングを頻繁にするってイメージはあったと思うんですけど、はい、そこら辺はどうですか？そんなには気にはならないと思いますけど、まあ、本当に自分のリズムでこう戦う選手なのかなっていう、そこにまあ引き込まれずに僕の持ち味を出せれば間違いなく倒せるかなと思ってますね。まあ、これから対策をってところだと思うんですけど、ご自身の中ではこう試してる、倒してるイメージっていうのは結構明確にある感じですか？そうですね、もう倒すイメージしかないですね。なんで、まあ、僕がこのタイトルを取ってからのこの約まあ4ヶ月5ヶ月期間は本当に KO にこだわって、次の試合は KO を倒すで倒すっていうのにこだわってこう練習してきたんで、まあ、それを出せれば間違いなく倒せるかなと思ってますね。ちなみに言える範囲で何で倒したいですか？まあ、今回は、まあ、ちょっとまた外国人選手を蹴りでちょっと倒したいなっていうか、まあ、何ですかね、もう何でも多分倒せちゃうと思うんですけど、まあ、ちょっと70キロと55キロのトーナメントもあってみんな気合入ってると思うんで、それを超えるような本当にインパクトのある一撃で倒したいなって思ってますね。ありがとうございます。王者対決という意味ではどういうふうに意識しますか？王者、そうですね、まあ、僕も2月にこうクラッシュのチャンピオンとなって、まあ、王者としてっていうところで、まあ、やっぱりただ強いだけじゃダメだし、ただこうチャンピオンって言われるだけじゃ多分みんなにもこう見てもらえないと思うんで、まあ、王者としてこう見せる試合だったり、本当見せ方にすごい僕は今回 こだわっていきたいなと思ってるので、本当に王者として、まあもちろんやっぱり団体を背負ってるんで負けられないっていう気持ちもありますし、まあ、今こう60キロが、まあ、なかなか目立ってない中で、僕がこうして、まあ、インパクトを与えて60キロには横山がいるぞっていうのを、まあ、見せていきたいなっていうふうに思ってますね。ということはゆくゆくはやはり K1 で60キロの世界トーナメントやってほしいという。あ、もちろんそれはやっぱり僕はこの格闘技をやり始めたのはやっぱ世界一になりたくてこう格闘技を始めたんで、まあ、それに向かってただ試合をするだけじゃやっぱりなんか刺激も足りないですし、やっぱり
世界一になるために、どんな相手でもやっぱ倒し方見せ方にこだわってインパクトのある選手になりたいと思ってるんで、まあ、僕一人でもいいんですけど、こう世界トーナメントで日本人で僕代表してこう試合ができたらなというのを思ってますね。以上でよろしいでしょうか。はい、まあ、あの MMA ではあの堀口恭司選手が、まあ、群馬初世界ということでですね、まあ、立ち技の方では横山選手がね群馬から世界っていうところで、もうこれやっぱりあの WGP のね、60キロのトップが来るってことはね、当然やっぱりこの試合も向こうで注目を集めるでしょうし、ここは足がかりにね、まあ、今年なのかね来年なのか世界展開もありますし、世界の相手と戦うっていうのはもちろんなんですよね、海外も見据えたね活躍を群馬初世界ということでいきましょう。それでは最後にファンの皆様へのメッセージをお願いいたします。はい、7月7日は、いろんなこうカードが組まれている中で、まあ、僕が最後に僕がやっぱりあの KO はすごかったなって、あの試合を見に来てよかったなって言われる、試合にしたいと思っているので、まあ、ぜひ会場に足を運んで見に来ていただけたらなと思います。当日は応援のほどよろしくお願いします。横山選手ありがとうございました。ご講談ください。続きましてアンダー70キログラム世界最強決定トーナメントに関してカルロスプロデューサーより発表がございます。カルロスプロデューサーお願いいたします。はい、ですね、まずワイルドカード発表の前にリザーブファイトの発表させていただきます。赤コーナーからいきます。ブラジル WGP のキックボクシングウェルター級王者ペトロス・カベリーニョ選手、そして青コーナー、スペインのですね ISKA 世界スーパーウェルター級王者セルジオ・サンチェス選手、この2人のが今回のリザーブファイトとなります。リザーブファイトはですねトーナメントに先立ちまして開催の予定でございます。はい、そして次に本日の一番大きな発表になります。ワイルドカードの発表です。ワイルドカード出場選手、K1 ワールドマックス2004年2006年の王者ウアカーオ選手です。ワイルドカードをですねここまで決めるまでいろんな選手と交渉を重ねてきました。その中で今我々がベストだと思われる選手ウアカーオ選手に今回はワイルドカード参加していただきます。このですね、ブアカオ選手の参戦につきましては、ライジンファイティングフェデレーションの皆様から多大な協力をいただきました。本当にありがとうございました。この場を借りまして心から感謝をいたします。いよいよこれで、全ての選手の発表となりました。ファンの皆さんぜひ7月7日楽しみにしていてください。以上です。ありがとうございました。ここでブアカオ選手よりビデオコメントが届いておりますのでご覧ください。ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจครับที่ผมได้มาชกแควันในครั้งนี้ครั้งครับโอ้ครับก็สำหรับโอยังเฟิร์สครับผมก็ได้ดูวิดีโอเขามีความเก่งครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วไม่มีปัญหาครับผมพร้อมเสมอครับเพราะว่าผมมีความมั่นใจครับแล้วก็ผมจะกลับไปทวงบัลลังก์แชมป์ในครั้งนี้คืนครับสำหรับไฟแควันในครั้งนี้ครับยังไงก็ฝากถึงแฟนๆนะครับของแควันนะครับที่ผมจะไปทวงบัลลังก์แชมป์แล้วก็ไปชกในแควันอีกครั้งครับผมจะสู้ครับ続きまして、質疑応答に移らせていただきます。ライターの松井です。カルロスさんに伺いたいんですけども、このタイミングまでこうギリギリまでこう発表が遅れたっていうことに対しては結構ファンの人も、なんでみたいなところあったと思うんですけど、ギリギリまで頑張ったっていうところだと思うんですが、ちょっともうちょっと説明していただけたらと思います。はい、ここまでですね長引いてしまったことに関しては本当にファンの皆様に申し訳なく思っているんですけれども、ベストのワイルドカードは何だろうか、これを我々追求しました。当然ながら世界のさまざまな選手とも交渉しましたし、それから日本人の選手とも交渉しました。その中でブアカオ選手、今回これがベストだろうということでですね、
本当に発表の直前にサインもいただいて両者合意したというところでございます。あの交渉の中でブアカオ選手からのなんか条件みたいなものってあったんでしょうか。はい、たくさんあったんですけど、守秘義務がありますのでここでは発表を控えさせていただきます。特にその心配してしまうのはやっぱり、42歳かな、年齢もあるんでトーナメント3回できるのかなっていうところを心配してしまうんですけども、そこら辺はブアカオ選手は何て言ってたんでしょうか。当然ながらこの42歳ということで、トーナメントに関していろんなお互いの主張があったんですけれども、まあ、最終的には若狭に納得して今回参加いただきましたのでもう問題ないということで、本人も先ほどのメッセージ通り、非常にやる気が非常に、まあ、強いパッションを持ってますので、私はいい試合をしてくれるんじゃないかと思っております。あともう一つ、対戦相手のオーヤンフェン選手は、まあちょっとコメント入ってないと思うんですけど、どういう反応だったか伺いたいんですけども。はい、まあ、オーヤンフェン選手の方もですね、まあ、これまで、まあ、ブアカオ選手じゃないかという噂がちょっとネット上で出たりしていましたので、まあ、本人も問題ないということで、今、準備万端整っているというふうに聞いております。あと最後にブアカオ選手が参加したことによって今回のトーナメントどういう、まあ、化学反応というか、期待してますでしょうか。まあ、ブアカオ選手のレジェンドですので、まあ、先ほど申しましたけど2004年2006年の王者です。この王者つまり、まあ、新旧ですよね、レジェンドが果たしてまたさらなるレジェンドになっていくのか、はたまた若い選手たちがレジェンドを打ち負かして次の新しい時代を作っていくのか、こういう戦いになるのかなと思っています。このブアカオ選手が参加することによってどういう効果を期待しますか。例えばそのやっぱ世界で人気ある選手なんで、そのより海外から その視聴が増えるとか、もしくはその報道でもその K-1 が知り渡るとかですね、そういった効果をどう考えてますか。はい、ちょっと今日まだ発表できないんですけれども、日本以外の国からの、オファーというのが実はたくさんあります。で、彼らには当然まだブアカオ選手と言っていないんですが、まあ、いろんなネット上の噂を聞きつけていろんな放送局から問い合わせがありますので、4月7日の大会、日本だけではなく海外の放送局でも放送されるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味で、K-1 リバースの世界進出においても今回のブアカオ選手の参戦というのは非常に力強いサポートになるかなと思っています。それはブアカオ選手が出るかもしれないという噂が出た段階でそういうオファーが増えたってことなんですね。そうですね、はい、その噂で結構なたくさんオファーをいただきました。あと何ですかね、この今回のブアカオ選手、今回のとりあえずトーナメントの1回契約なんですか、それともこう継続的に K-1 に今後参戦していただこうというふうに考えですか。今回に関してはトーナメントに出場というところで契約をさせていただいております。場合によってはそのチャンピオンとして今後も上がってくる可能性もある。そうですね、もし彼が今回チャンピオンになれば当然そういうような話をしていくことになるのかなとは思う。カルロスさん自身はご自身はこのブアカオ選手が、まあ、今ご自分がプロデューサーをやっている K-1 に上がってくることに関してはどんな考えがありますか。いや、私やっぱり2000年代の前半に、K-1 はずっとライフェスの仕事をさせていただいて本当に彼の強さを目の当たりにしていますの でその強さのまま今回のトーナメントに参加できるのか、はたまた若い選手たちがレジェンドを倒していくのか、そこに非常に興味がありますね。まあ、技術だけではなくて、まあ、当然ながら42歳ということで20代の選手にフィジカルではかなわないと思うんですけど、それでもその精神力と技術でそこをカバーしてくれるとか、そういうところの攻防が非常に楽しみです。あと
そうですね、リザーブファイトに出る選手なんですけども、こちらの方はどんな評価ですか。はい、そうです、私もリザーブファイト2人の映像を見たんですけれども、まあ、2人とも、まあ、ブラジル WGP とそれから ISK の、まあ、王者ということで、まあ、非常に見応えのあるリザーブファイトになるのかなと思っています。このリザーブファイトもですね、実はここまで伸びてしまったのは、まあ、いろんな候補をの選手の方々、またこの周りの方々に興味する中で、まあ、この2人であればリザーブファイトとして勝った人間が準備をできるのかなというところで、今回この2人を選出させていただきました。続きまして、宮田プロデューサーより対戦カード変更の発表がございます。宮田プロデューサー、お願いいたします。はい、続いての発表をさせていただきます。まあ、冒頭に述べさせていただいたんですけども、今回の7月大会においてアンダー55キログラムの、世界最強決定トーナメント、今回は、トーナメント準々決勝ですね、8選手により、それぞれ今回は1試合を行って、その、勝ち残った4選手が9月29日の代々木大会で、準決勝決勝を争うという流れなんですけども、そこのですね、リアム選手と対戦予定のルカ・チェキッティ選手、チェケッティ選手、彼イタリアのファイターなんですけども、残念ながらですね、今回負傷欠場となってしまいました。まあ、負傷の理由なんですけども、左の太ももの内転筋の筋断裂、左太もも、内転筋の筋断裂で、2ヶ月安静という、診断結果によりですね、まあ、7月のその向こうにね、9月にはもちろんスタンバイはねできるかもしれないですが、まあ、7月は当然間に合わないということで、ルカ選手、まあ、前回ね、日本でいいファイトを見せて、2度目の来日で僕もね非常に期待してたんですけども、残念ながら NG となってしまいました。まあ、これを受けてですね、まあ、時間的にもう制約がある中で、スタンバイできる選手55キロ、リアム選手の相手を、まあ、手を挙げてくれる選手、いろんな推薦選手、日本人も考えたんですけども、やっぱり今回ですね、1回戦が日本人対外国人の4カードということで進めているので、海外から招聘する選手として、先行しました結果、ISK 世界ライト級チャンピオン、ギリシャから来日するアンジェロス・マルティノス選手、こちらのファイターが、リアム選手とトーナメント1回戦で、戦うことになりました。ファンの皆さんはですね、割と聞き覚えあると思うんですけども、昨年9月の K1 の横浜大会において、K1 フェザー級チャンピオンの郡司大斗選手と、スーパーファイトを行って、その時は3ラウンド判定まで、もつれ込んで、1社がドローにつける判定2対0で郡司選手が勝ってるんですが、非常に接戦となっております。で、保持しているタイトルは ISK の世界ライト級 で昨年9月は郡司選手と57.5キロのフェザー級で試合してるんですけども、今回はですね、55キロまでしっかり絞れると、まあ、海外でね稀にいるんですけども、まあ、ライト級やりながらね、フェザーもできて、まあ、スーパーマッタももう一個落としてくるっていうの、身長174センチあるんでちょっと心配ではあるんですけども、まあ、そこは念を押してですね、55キロで、まあ、2度目の来日で、これも当然ね、ルカ選手と同じようにね、チャンスがやってきたということで、アンジェロス・マルティノス選手、ギリシャから2度目の来日が決定いたしました。Hello, I'm Angelos Martinos. I'm very excited to be fighting in the K1 World Max. I've seen my opponent, I've seen his fights. I know he's a great K-Rush champion, but he stands in my way, so I'm going to knock him out and get the win. I'm very excited to be back in Japan for the fight, and I will definitely bring on a show.で、予定通りですね、7月大会に、勝った選手が、9月に勝ち進むというスケジュール変わりありませんので、まあこれをもって発表とさせていただきます。最後に、その他告知事項もよろしくお願いいたします。はい、そうですね、マッチメイクは以上で、決定カード発表となります。リアム選手ももう試合に向けてね、練習をしっかり積んでいるんで、今日は改めて、参加ではなくですね、この形の発表となりました。よろしくお願いします。それとですね、まあ、プレリミナリーファイトも整って、4カード発表済みで、トーナメントを70キロリザーブファイト、そして、ワイルドカードも決まって、まあ、参加予定選手の中で、K1 の、
ミドル級チャンピオンの松倉慎太郎選手が、横山選手とともにですね、対戦相手が調整中ということで発表してたと思うんですが、松倉選手に関しては、現在も引き続き調整中で、まあ、体重のね、ウエイトも含めて彼が75キロのチャンピオンなんですけど、まあ、そこから重いねクラスとも、いいファイターがいればというところで、まあ彼自身だったり、海外国内含めて、調整中なんですけども、まあ現時点でですね、まだ調整中とさせてください。これが決まったら最後のカード発表になるかと思います。はい。あとが、K1 のイベントの方から、いくつかですねお知らせがありますんで、ここで、アナウンスさせていただきます。7月7日の代々木大会の当日のファン参加型の、イベントというか企画でございます。3つございます。1つ目が、7月7日 K1 チケット購入者の小学生、中学生、いわゆるキッズですね、キッズを対象としたキッズレポーター、当日、該当試合の勝利選手への特別インタビューを、まあ、インタビュアーとしてレポーターとして参加していただくという企画でございます。これが、本日6月11日に発表させていただきます。そして明日発表予定の企画がですね、スペシャルゲストと観戦企画です。まあ、過去にも行っているんですけども、当日の、この試合っていうね、注目カードの一つを VIP エリア、いわゆる柵打ちですね、VIP のエリアにおいてゲストと一緒に観戦していただく企画でございます。このスペシャルゲストというのは、ファイターであったり芸能人の方であったり、すごい美しい方であったり、まあ、そういうですねちょっとおっと驚くような方と、観戦ができると。これは、明日水曜日6月12日にアナウンスさせていただきます。そして明後日、木曜日6月13日にはですね、こちらもファンの皆さんに、以前も行って好評いただいているバックステージツアーですね、会場前の、まあ、結構ねイベントの前はリハーサルだったり選手の、ね、アップだったりバックステージも非常に世話しないんですけど、あえてねそれをこうやっぱり覗きたいというか見てみたいっていうね、で参加した方は大体、まあ、満足した様子で、僕もですねなんかそういう方が通ってですね、あ宮田だみたいなこと言われてですね非常に気まずかったりしてですね、なんでいるんだってなんか呼び捨てにされたことがあってですねパンダじゃねえんだかなって、本当あ宮田だみたいな感じで、まあ、そういうのもね、まあ、いいんじゃないかということで、ファンの皆さん好評ということで、また今回も7月7日大会実施させていただくことになりました。まあ、リング上でね、演出だったのリハーサルだったり、まあ、選手の、アップの様子だったり、まあ、バックステージに入ればね非常になんかセコンドの方とか、関係者スタッフとかね非常に世話しないんですけども、僕ら的にはまあ戦場なんですけどね、そういうのもね、まあ、見せられる範囲で、本当のやばいところはね見せないですけども、まあ覗き見ぐらいがね楽しいのかなと思うんですけど、そういう企画も、決まってきてますので、申し込み方法、まあ、いわゆる概要はですね、K1 の公式ホームページだったり X のアカウントで随時、今日明日明後日3日続きで火水木で発表していきますんで、ぜひ、これはと思った方はもうこれね、チケット買わなきゃダメですからね、はい、チケットなくてねそれだけ参加したいというのはダメですからね、まあ、買ってる人はね、まあ、ほぼ大多数だと思いますんで、まあ、まだの方はまあチケットをね、カードもどんどん決まってきますんで、まあ、チケットをお求めいただいて、こういうイベントにもね運が良ければ参加できるということで楽しんでいただければと思います。それでは以上をもちまして本日の会見はお開きとさせていただきます。7月7日日曜日、国立代々木競技場第2体育館にて開催されます K1 ワールドマックス2024にどうぞご期待ください。